サンクリストバルでリメンバーミーを探そう。見てください、どうですかこの死者の日メイク。ミゲルメイクですね。こうするとほら見えるでしょうか、完全に再現度高い、はい、これは死者の日メイクって死者の日にするカトリーナっていうねあのメイクなんですけど、これはですねあのもちろん今日は誰もしてないのでめちゃめちゃ恥ずかしいです。はい、はい、というわけでね、数日前にメキシコを題材にしたディズニー映画リメンバーミー見たんですよ。めちゃめちゃ面白かった。めちゃめちゃ面白かった。めちゃめちゃ面白かった。あれはね、死者の日の前に見るべき。いや間違いない。あれを死者の日の前に見て、死者の日でこの動画を撮りたかった、本当は。めちゃめちゃ面白かったんだけど、リメンバーミーを見てたら結構なんか忠実に再現されてんなというか、メキシコの環境をね、環境とかなんか文化とかだったり、まあ聖地巡礼じゃないけどそういうやつ撮れるなと思ってね、うん、というわけでこれからリメンバーミーポイントをサンクリストバルの街の中で探していきたいと。レッツゴー、レッツゴーの前に、リメンバービーポイント1、これです。オープニングのね、皆さん覚えてますか、リメンバービーの最初のオープニングでね、これが切り絵が動くみたいな形でね、そのおばあちゃんの歴史とか、うん、そのお父さんが音楽家になって家族捨てたみたいな説明がありましたね。そうですね、まあ、もっとカラフルでしたけどね。そうだね、なんか祭りとかお祝い事みたいな時にこうやってかけるのがこう伝統みたいな感じで、パペルなんとかっていう名前です。なんとかです。はい、切り、なんか切られた紙っていう意味ですね。切り絵やね、切り絵みたいな。ポイント2つ目、お待ちにやってきました。来ました、来ました。俺でも分かる、入れんやつやん。俺でもセラドぐらい分かるわ。コロナバイオレスのためですか。5月10日から閉まってるらしいよね。だいぶ閉まってんじゃねえか。リメンバーミーで死者の日を、ね、題材にしてるんで、死者の日に墓地に行って、いろんな家族とかがねこうお供え物をしたりとか、そのなんかお供え物をオフレンダって言って、その人が生前好きだった、まあ、日本でもあるような感じで、なんかそういうテキーラだったりとか、なんか本だったりとか食べ物だったりとか、タバコだったり、祭壇にこう置いて。いやでもね、このパンテオンさ、それこそベラクルス、うん、がさギター置いてたやん、うん、でそれを盗んで死者の世界にね行けることになったわけやんね。あのベラクルスのでっけえ墓地みたいなのがありそうなパンテオンだからね。そうね、お金持ちの人の墓地なので多分ね。マリーゴールドっていうのは実際にも死者を死の世界へ導くためのお花みたいな感じで言われてて、映画の中でもそういう説明があったし、聖者の世界と死者の世界のでっかい架け橋みたいなのは全部あのマリーゴールドの橋とかね。うん、いや確かに、いやしかし車通りの多い道ですわ。間違いねえ。どれだけ僕の声が入ってるかが不安ですね。はい、というわけでね、もうセントルの近くに来ました。このミゲルがね、靴磨きしてたの、わかりますか。いや、この道ね、もう、居座って靴磨きしてるおっちゃんとかもいんだよ。うん、おっちゃんは嫌だ。でもおっちゃんは嫌でしょ。あ、こいつ、あ、彼。来ました。なるほど、ああなるほどね。ミゲルが掃除されてますね。いやー何歳だろうな。です。へえ。サイトでかい。ミゲルがやってたのはもう本当にめっちゃこっちではねすごい一般的な光景だっていうことがねお分かりいただけますかね。この子あれ何？可愛いね。可愛いねこの子。うん、めちゃめちゃフレンドリーだわ。うん、年齢からさお金稼ぐなんてさ考えんや日本人。考えないね、まず考えない。公園でアホみたいにボールを受け
話してるだけやん。うん、この年齢でだって今の時代さ、そんなお金ない家庭でも新聞配りやってる少年なんていねえやん。おお、大きく言ってる、すげえ偉そうでやだわね。いや俺もね、それずっと見てて、ね、俺やりたくねえって思ってたね。俺やりたくない、うん、すごいいいんだけどね。いやいいんだけどね。うん、そのめっちゃちゃんと綺麗にやってもらってる靴、それいくらだったっけ。1000円しないぐらい。1000円しないぐらい。こそぼでね。グラシアス5000円と。200だな。これも高いかな。200ペソス。ちょっともう俺帰りてえ。グラシアス。200って俺2週間ぐらいだよ。俺のだってドスエントの草履いてんだよ。本当やん、この靴がドスエントなのに。新品買うのにドスエントで買えるのに。やべ、ちょっと待って、俺がこのドスエントメンタルやばいわ。ちょっとやばい、ドスエントしたんか。キッズ俺30ペソぐらいだと思ってた。俺折られてる。はい、というわけで次はですね、これサントドミンゴ教会っていう教会なんですけど、近っ教会の目の前にある民芸品工芸品が売ってるメルカドにやってきました。入っていきましょう。行きましょう。そこはね、あのさっきの2月に1000円払ったことをまだめちゃめちゃ引きずってますね。いやちょっとマジでね、本当にやばいわ。心がしんどい。死にそうですよ。ちょっと体調悪くなってきたもん。こういう、あ、これだ、これ。次のリメンバーピンポイントはこちらです。こちらアレブリヘですね。おー、これミゲルが死者の世界に行って、でその死者の世界で、ま、人間たちをこう導いてた、なんか飛んでた動物たちですね。そうだね。イメルダヒヒおばあちゃんのアレブリヘ、パピータはジャガーでメキシコの神話の中で一番力強い動物として描かれていることから選ばれたと。結構いろいろあるけど、アレブリヘ、まあこういう鳥とかもあるけど、まあ、でも一番多いのはこのジャガーが一番多いです。そうだね、一番見るね。というわけで次のポイントは、ここは教会なんですけど、この教会の目の前にあるこの公園の感じ、わかりますかね、これ。この感じ、ミゲルが靴磨きをしに行っておばあちゃんに怒られた場所、その公園、広場がこんな感じでしたね。実際の場所ではないんですけど、メキシコなんかこんな感じの見た目の公園めっちゃあるんですよね。でここにもね、あの紙、パペルあるし、うん、色がちょっと違いますね。はい、200ペソ。この後マリアッチ。マリアッチ。ちょっとバイブスがね、ダメだな。ちょっとマサさん、変わってもらおうかな。残りの撮影を。じゃあ。今からお願いしに行こう。はい、行こう。
履いてみたら。おはようございます。マサ、ちょっとちょっとお願いになりました。ガチ。死んでます。どういうこと、どういうこと、わかんないです。靴磨きしてもらったのに、靴磨きして200ペソ。死んでくなってきて。200ペソ払ったの。もし。ちょっともう、この後マリアちゃん。ラストでちょっと死んでます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうもこんばんは。あれ、夜の12時になりました。まあ10時過ぎぐらいにね、あの後また家を出まして、まあ、めちゃめちゃマリアーチ探したんですけど、ごめんなさい、マリアーチいなかったです。マリアチいなかった。なんでいないんだろうな。マリアチいなかったね。なんか実際でもこの町マリアチ少ないっすよね。でもね、少ないかもね。メキシコの北の方の文化なんじゃないかな、もしかして。文化としては北の方の文化で、はいはいはい、仕方なく動画はねこれで終わりなんですけど、いや本当にね、今回動画で紹介したところ以外にも本当にメキシコエッセンスがめちゃめちゃ詰まってるところがいっぱいありまして、そのリメンバーミルの中に、例えばその家族愛みたいなところがやっぱすごいテーマでもあるじゃないですか。やっぱメキシコって本当に家族愛本当に強くて、でめちゃめちゃ大家族だし、僕の彼女とか家族親族300人ぐらいいるとか言ってるし、メキシコでは人間は3度死ぬと言われてて、でそれが心臓が止まった時と、あと埋葬をされた時と、人に忘れられた時、ね、人に忘れられた時なんてもうめちゃめちゃリメンバーミーカバーしてますよね。そうだね、うん、他にもね、なんか調べてみると本当に深いね、メキシコのその言われてる文化みたいなの、うんうん、と通じるその設定みたいなのがいっぱいあって、うん、めちゃめちゃ面白いんで、まあ、もしねまだリメンバーミー見てない人はぜひ見てみてください。確かに、はい。まあ、僕たちはAmazon の290円ぐらいのレンタルで借りて見れましたんで、うんうん、そういうの使って皆さん見てみてください。というわけで、この動画良かったなと思った人は高評価をしてチャンネル登録もして、次の動画を待ってください。それではブラスノチェース。でももうね、ちょっともうこれ何の罰ゲームっていう企画なんだよね。本当にしんどい。でもね、じゃあ俺らは恥ずかしいやん、はい、俺らは恥ずかしいんだけど、特にみんなね何にもいじってこないっていうか、う別に特になんか笑ってアハハハみたいな感じもなく、それがきついやん。そう、それがきつい。で俺らただねずっと滑ってんだよね。そう、ずっと滑ってる、うん、しっとり低いところで滑ってる。いや間違いない、それが辛いわ。